エクスカリバーは何者にも負けない最強の武器である。エクスカリバーを手にする資格のある者は世界を制することのできるただ一人の勇者のみ。転送完了です。到着しましたよ赤羽さん。森の中か。こんなところに人がいるんか。彼の名前は赤羽、時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。彼は右目のタイムマシン、リトライアイを使い、何度も時間を巻き戻すことでリトライ不慮の死を遂げた人々を救う超エキスパートです。今回のミッションはメローラという女剣士の命を守ることです。本日この森で剣士たちを倒し武器を奪う武器狩りの男に襲われて死んでしまいます。武器狩り？なんじゃそりゃ。コレクター？面白そうじゃの。メローラさんはこの森で修行しているはずです。早く探し出しましょう。切れた。なかなかいい腕しとるじゃないか。誰だ。わしは巻き戻しの赤羽じゃ。お前を武器狩りとかいう男から守るために来た。お前が私を守る？笑わせんな。私の方が強い。なんじゃと。とにかくそういう運命になっとるんじゃ。だからわしのそばから離れるな。な、初対面でなんだいきなり。あ、何を顔を隠して。具合でも悪いんか。いや、赤羽さん、スラッとイケメンみたいなこと言うからですよ。なんじゃ。見つけたぞ、お前が女剣士メローラだな。オーラはデュラハ。お前を倒してその武器をいただくぞ。まさかあいつが武器狩り。そうですね。武器を持った人間を次々と襲っては強奪する大悪党と言われています。オーラは伝説の剣エクスカリバーを探して武器を集めて回っている。お前らが持ってるその武器はエクスカリバーか？エクスカリバー？なんじゃ？その昔ある国の王が使っていたとされる最強の剣ですね。その威力は全ての武器の頂点に立つと言われ、手にしたものは世界を制するとまで言われています。しかしこの剣はある。いつまでゴタゴタ話しとんのじゃ。うわぁ！オーラが集めた武器コレクションで一網打尽にしたるわ。もうすぐ何がええかの。これこれ、妖刀村正。どっかの侍から奪ったやつよ。え、本当？二人とも気をつけてください。あの刀は危険ですよ。え？この刀が血を欲しがってるぜ。え？血、もう少しで首を落とせたのに。こいつなんてスピードじゃ。あと 0.1 秒遅かったら死んでたんじゃ。頭から離れろ。メローラ無理するな。やつはわしに任せろ。そんなこと言ってる場合じゃない。我が名は村正。雑魚どもがわしに逆らうとどうなるか教えてやろう。メローラー。くそ、なんじゃ、人が変わったような。リトライ。その刀、妖刀のごとし。村正は室町時代くらいに作られていた刀で、あの徳川家の人間の死に関わった凶器がことごとく村正だったことから妖刀村正と恐れられるようになりました。その後はたたりがあるや抜けば血を見ずには収まらないとささやかれたため、大名や旗本が使用を避けた恐怖の刀です。そして妖刀村正を振るデュラハは鬼神のように変わり、早い。失敗。117回目。動きを覚えても隙がない。失敗。272回目。お色気作戦だ。外国の女子に興味ない。メローラ失敗。かなりの大苦戦。こうなったら奥の手じゃ。何かいい手があるのか。ああ、さっきの一言でもしかしたらじゃが、そしてすごくやりたくない。まさか赤羽さん。あの、もしかして村正さんですか？すごく強いって噂聞いてます。なんじゃ、そうなのか。今じゃ、この荒地を食らうんだ。なに、小娘何を浄化されていく。悪霊には塩って昔から決まっておるんじゃ。さらに日本の女子なら好きができるとな。さすがだ。なんか、まあいいでしょう。結果オーライです。ならばこれならどうじゃ。この槍は強いぞ。グングニルの槍の威力思い知るがいい。そりゃ当たらなければ意味ないわ。これでお前の武器はなくなった。次はわしの番じゃ。赤羽
なんで。ウングニルは外れることはない。どこまでも標的を追いかけて確実に刺す伝説の槍だ。そんなチートすぎる。赤羽さん大丈夫ですか。こんなもん避けきれんやろ。リトライ。北欧神話の戦いと死を司る神オーディンの愛想として知られるグングニルの槍。グングニルは狙いを定めた者に必ず命中するという能力があり、そのチート級の力に武器界最強とまで評価される。なので赤羽さんたちは普通に戦ったら勝てるはずはない。はあ、はあ、あの槍どこまでも寄ってきやがる。赤羽さんもう体力の限界です。こんなの勝てませんよ。いやいや大丈夫じゃ。スマホ今いいことをひらめいたところじゃ。何をごちゃごちゃと。さっさと串刺しになれよ。グングニルは必ず標的のわしを追いかけてくる。なら今じゃメローラ任せろ。移動も丸分かり。そこをもう一人がぶった切る。グングニルが真っ二つに。なるほど、槍は真ん中部分は一番脆い弱点。ほらどうじゃ観念せ。くそー、オラの大事なコレクションを。さすがにもう伝説級の武器はないだろう。貴様、よくもよくもよくも悪くも絶対許さんぞ。お前ら全員ぶっ潰してやろう。おりゃ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 。なに、トンマ。もうなりふり構わず振り回してきた。やば、人間せんべい一丁上がり。メローラ、お前何度も助けられてるからな。間に合ってよかった。この女邪魔しやがって。うわ、あ、メローラさんの剣が折れた。当たり前だ、お前らじゃ持てないくらい重たいハンマーだ。オラが名付けた武器破壊のハンマー。奪う武器がなくなったお前に興味ないわ。メローラ、そんな。何をよそ見している。何、刀が奪われた。何も手に入らねえはねえからな。お前の刀いいものそうだからいただいておくぞ。どうしたもんじゃ。赤羽さん諦めましょう。こんなの絶対勝てないですよ。メローラさんの武器は壊されちゃうし、赤羽さんの刀も取られてしまった。怒り狂うデュラハのスピードは異次元で隙もない。未来を変えられる確率は100万分の1です。そう簡単には変わりませんよ。そもそも何度も命を落とすメローラさんを目の前で見ている赤羽さんの心が武器と一緒で壊れてしまいますよ。うーん、ハンマーを置いたな。え、こうなりゃ一か八かじゃ。もしかしてまだ諦めてないんですか。諦めるか。メローラはわしが必ず救う。でもあのハンマーとスピードですよ。そんなん上回ればいいじゃろ。リトライ。メローラ、わしがなんとかあいつの気を引く。でも私はもう剣が壊されてしまった。それでいいんじゃ。少しでも奴に隙ができればいい。この一振りで二人とも同時ノックアウトしたら。おりゃ、何、しかしこの一撃を避けたところで武器を持ってるお前だけ警戒すればいい。メローラ、刀を受け取れ。なるほど、相手は後ろ向き。何、ピンチ。なわけないだろうが。何、失敗ですか。もう無理です。まだじゃ。メローラ、そのハンマーを使え。無茶だ、こんな重いハンマー私には扱えない。諦めるな。あんなに大きい石をぶった切るほどお前はパワーがあったはずじゃ。くそ、おりゃー。なんじゃ、急にハンマーが光り出した。え、なんだこれは。剣、もう、なんだと。ハンマーじゃなかったのか。あれは伝説の剣、エクスカリバー。もしかして今までデュラハはハンマーとして勘違いして使っていたのをメローラさんが引き抜いたんだ。この女がエクスカリバーの後継者。そんなバカな。あの剣は、あの剣は。力が湧いてくる。あ、これは一気に行くぞ。バージョンアップ。エクスカリバーの石化。わだ、なんとかなったというか、すごい威力じゃな。私がエクスカリバーの後継者。伝説だとエクスカリバーは石に刺さっていて、選ばれた者にしか抜けないとされていたそうです。調べてみると、メローラっていう名前も伝説の勇者アーサー王の
の娘と同じ名前みたいですし、もしかしたらその血筋の子孫なのかもしれませんね。まさかそんなすごい人とどこかで血がつながっていたとはな。私も全然知らなかったんだけど、何かすごくワクワクするよ。ちょっと一振りだけさせてもらえんか。赤羽さんは後継者じゃないでしょ。なんじゃスマホンのケチが。そもそもこれはわしのおかげじゃ。ケチって言いました。もう転送しませんよ。転生してください。こうして無事エクスカリバーは正当な後継者のもとへ戻ったのであった。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。